中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。マンボツイスト前に行きそうです。エイシンビンセンス、それに続いています。さらにはロードプラチナム、1番サンプレイス、その後ろ後方に控えたのがアフトクラトラス。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマンボツイスト、これに続くのがエイシンビンセンス、内からはドゥルウェア、並んで栗色の馬体ロードプラチナム、内からはサンプレイス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のアフトクラトラス、現在最高峰です。サンプレイス、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。マンボツイスト先手を取りました。これに続くのがエイシンビンセンス、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭からマンボツイスト先手を取りました。さあ先頭はまだ連勝中のマンボツイスト、2番手はエイシンビンセンス、アイシーイグリッド、3番手アフトクラトラス、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はマンボツイスト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。マンボツイスト先頭、あと 200m、 アフトクラトラス余力は十分、さらに引き離していく。2番手はロードプラチナム、アフトクラトラス今ゴールイン、段違いの強さです。アフトクラトラス1着、2着はロードプラチナム、これが絶対王者の実力だ。アフトクラトラス、京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ランツジャッジ、好スタート。ジャズシャーディー、この馬も好スタートを切りました。ランツジャッジ、この辺りも前へ行きます。これに続くのがスターエルドラード、ベーチェル、好位をキープ。ジャズシャーディー、そのうちに続いています。並んで3番マイネルアムンゼン、その外からマークオー、その隣にドクターキャニオン。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭はまだ12番ランツジャッジ、スターエルドラード、ほとんど差がありません。3番手にベーチェル、絶好の手応え。ベーチェルいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はランツジャッジ、その外からはスターエルドラード、ベーチェル好位を追走、間が空いてマイネルアムンゼン、その外からはドクターキャニオン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってベーチェル先頭、ここから引き離しにかかります。残り 200m、 ベーチェル先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はテンマサイクロン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ベーチェル1着、2着はテンマサイクロン、これが世界を制した実力だ。ベーチェル